毎年ですね、やっておりまして、はい、去年はですね、震災の影響で、ちょっとできなかったんですが、はいはいはい、ちょうど1年前にですね、はい、ここ避難所だったんですけども、その時にニュージーランドの大使館からですね、避難所の炊き出しで来ていただいて、そこで来年こそはニュージーランドでやろうというところで絆が深まったところです。このイベント自体3本の3つの柱でやっておりまして、はい、国際交流と、はい、あと国際貢献、あと文化をこう知ろうという3つの柱を持って行っておりまして、その国の文化だったり食文化であったり、そういったところをこう広く皆さんに知ってもらおうという趣旨で行っておりました。職員はですね、7名ほどしかいないんですが、あとはボランティアの町の職員だったり、あとうちのミュージカルグループ75931の団員だったり、あと一般のボランティアの方もいらっしゃっていただいて、皆さんでやっております。はい。